前年の同じ時期に比べ 50% も減っています。さらに青森県の名産ホタテも今年の夏悪影響を及ぼすとされる海水温23度以上を超えた日数が54日もあり観測史上最悪を記録。そのため養殖のホタテなどが大量死し出荷量に影響が出ているといいます。ちょうどこれから年末年始にかけて2年3年と取ってた大きな貝をですねお刺身ですとか鍋とかに食べていただいているんですけれども、今年はちょっとその辺の出荷をですね抑えなきゃいけないような状況もあろうかなというふうに思っています。こうした海産物の不良で鍋を扱う店などに必要な量や仕入れ値などが思わぬ打撃を受けています。野菜も高い、魚介類も高い、どうですか？我慢して使うしかないですね、やっぱりね、値段を上げたくないですよ。本格的な鍋シーズン到来。でもやっぱり